ハリー・ジョージ・ガーランドはアメリカ合衆国の実業家である。1935年にミシガン州でトロイトにガーランドマニファクチャリング社を設立し、第二次世界大戦中に軍用機器の生産に貢献した結果、戦時中のミシガン州のリーダーの一人として認められた。1947年にガーランドマニファクチャリング社を売却した後は、 財政難に陥った企業を救済する破産管財人をたびたび務めた。彼が破産管財人となった会社には、アンカー、ホルスマニュファクチャリング CEO、リッチモンドバカス CEO、DJ ヒーリーショップス、ロッキーリバーペーパーミル、ガイエル・ジェイコブス・カンパニーがある。また、ミシガン州マコーム郡の管理員を約20年間務めた。 ミシガン州ルイストンのガーランドロジアンドリゾートは彼の名前にちなんで名付けられた。デトロイトグラショット通りのガーランドマニュファクチャリング社ガーランドはシカゴとデトロイトの工場で工具と金型製作の技術を学んだ。1917年にシカゴのアメリカンキャンカンパニーで見習いを始め4年間働いた。自動車産業が盛んだったミシガン州に機械を見出した彼は 1921年にデトロイトに移り、スチュードベーカー社に職工として入社した。1923年にクライスラー社に移り、キューマクスウェル自動車工場で熟練工となった。1935年にクライスラー社を退職し、ガーランドマニュファクチャリング社を設立した。デトロイト側でガーランドマニュファクチャリングのロゴが入った水上飛行機を操縦する。 ガーランド・ガーランド・マニュファクチャリング・カンパニーは1935年にハリー・ジー・ガーランドが自動車産業向けの部品メーカーとして設立した。工場はデトロイトのグラショット通り1533番地にあった。第二次世界大戦が勃発するとガーランド・マニュファクチャリング社は海軍や陸軍向けのトラック、戦車、飛行機の部品生産に転向した。 リーダーズ・オブ・ウォー・タイム・メシガンという本の中でガーランドの戦争への貢献が評価されている。ガーランドはデトロイト側のクレア・ポイント・マリーナのオーナーでもあった。このマリーナはディープ・キールのボートを水上から保管場所までレールに乗せて輸送するガーランドが設計・建設したシステムが特徴的であった。また、ガーランドは 水上飛行機基地も運営しており、1940年代にはガーランドマニュファクチャリング社のロゴが入った水上飛行機がデトロイト側に離着水するのを見ることができた。1947年、ガーランドはガーランドマニュファクチャリング社をハーマン・オットーに売却した。オットーはミシガン州ルイストンにあるガーランドマニュファクチャリング社が所有していた土地で大規模な リゾートを開発し、1951年にオープンした。このリゾートは、ガーランドから名前を取って、ガーランドロジアンチリゾートと名付けられた。カイエル・ジェイコブス社管財人のアーサー・ビー・ファイデラーと、ハリー・ジー・ガーランド1959年3月18日、米国連邦地方判事、トーマス・パトリック・ソーントンは、カイエル・ジェイコブス社の管財人に、 ハリー・ジー・ガーランドとアーサー・ビー・ファイデラーを任命し、連邦倒産法の下での会社構成を命じた。カイエル・ジェイコブス社の破産は、近年の全米第4位の企業金融スキャンダルと評された。ソントン・ハンジの判決が下った当時、カイエル・ジェイコブス社は1959年初頭に、アレクサンダー・グテルマから、会長職を引き継いだハル・ローチ・ジュニアが率いていた。 1960年にグテルマは不適切な会計処理などの罪で実刑判決を受けた。カイエル・ジェイコブス社はミシガン州に製造工場を持ちニューヨークには豪華なオフィスがあった。ソー・オントン判事は同社を違反の吐きだめと評した。ガーランドとファイデラーがカイエル・ジェイコブス社の複雑な財務問題を解決する仕事につき、ガーランドは 同社の二つの事業主会社の社長に就任した。グランドラピッツメタルクラフト社とコンチネンタル大キャスティング社である。1959年末、デトロイトニュース紙でこれら二つの会社の損失が大幅に削減されたことが報じられ、1960年初頭には、ガーランドは会社が黒字で運営されていると報告した。二つの事業主会社を順調に経営する一方で、 ガーランドとファイデラーは、カイエル・ジェイコブス社の過去の債務を生産し、会社構成を完了させることができた。7年後、ガーランドとファイデラーは、1510万ドルの負債を抱えていたカイエル・ジェイコブス社を、存続可能な状態に戻した。裁判所は、最終的な会社構成完了の判決において、ガーランドとファイデラーを称賛し、グランド・ラピッツ・メタルクラフト社と、 コンチネンタルイキャスティング社がそれぞれの分野におけるリーダーに復帰したと評した。カイエル・ジェイコブス社が倒産状態から脱却すると、ガーランドは同社の会長に任命された。ガーランドは1971年まで会長職に就いていたが、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によれば、手綱を若い者に譲ると言って会長職を辞した。1965年、 アンカースティールコンベア社の経営人とハリー・ジー・ガーランド。エイド・クザルネッキ、ハリー・ジー・ガーランド、マーシャル・ブレンナー、ペット・ヒジェルマン。1960年代にはハリー・ガーランドはミシガン州ディアボーンのアンカースティールコンベアの社長も務めた。この会社でガーランドは1964年のニューヨーク万国博覧会のゼネラルモーターズのアトラクション。 フューチュラマにおいて来場者を運ぶコンベアシステムの設計、建設、設置を行った。ガーランドのコンベアシステムは南極、月、海底、ジャングル、山、砂漠、未来の都市社会などのジオラマの中を一度に4 0 0人の着席した来場者を15分かけて運んだ。移動する座席の速度に合わせて動く歩道から乗り降りするため、 乗客の乗降のためにコンベアを一時停止させる必要はなかった。バンコク博覧会の期間中、約2600万人の来場者がこのシステムを利用した。これはバンコク博覧会で最も人気のあるアトラクションだった。1950年代から1960年代にかけてガーランドは他の会社の責任を超えてミシガン州アッパー半島の製造会社、 レイクショア社のデトロイト地域の代表を務めた。彼は自動車産業の主要な下請け会社として、レイクショア社を設立したことで知られている。ハリー・ジー・ガーランド、妻のローズと子供たちハリー・ジー・ガーランドは1899年11月28日に、イリノイ州ジョリエットで生まれた。1921年にデトロイトに移り住み、以降、デトロイト地域で過ごした。 彼は熟練した飛行機パイロットであり、ヨットマンでもあった。民間航空パトロールで活躍し、アビエーションヨッティング誌の諮問委員を務めた。1945年、デトロイト川沿いのリバーサイドアベニュー14,480番地に自宅を建てた。彼は自宅で水上飛行機基地と飛行学校を運営していた。ガーランドの水上飛行機基地には、 木製の傾斜路があり、そこからフロート水蒸気を操縦し、コンクリートの傾斜路からは飛行艇グラマン G-44 を水中に誘導することができた。1952年、デトロイト市は公園にするためにガーランドの土地を収容し、ガーランドはレイクタウンシップのグロースポアントショアーズに移り住んだ。彼はセントクレア湖畔のゴークラーポイントに別荘を建て、 水上飛行機発着場を建設し、そこから、バイパー PA-18 を操縦した。エドセルフォードの夫人の後任として、タウンシップの理事会に参加し、1953年11月6日に、レイクタウンシップの執行官に就任した。その当時、タウンシップの有権者は13人しかいなかった。タウンシップの執行官として、 彼は20年近くの間マをム軍の管理員を務め、他に空港委員長も務めた。ハリー・ジー・ガーランドと妻のローズとの間には、ハリー、ジュディ、キャロルの3人の子供がいた。息子のハリー・ティー・ガーランドは、マイクロコンピュータメーカークロメンコの共同設立者となった。ハリー・ジー・ガーランドは1972年6月18日に死去した。妻のローズは、 1980年に、ハリーの長年の友人だった、トーマス・パトリック・ソントンと結婚したが、トーマスは1985年に亡くなった。彼女は2014年4月26日に亡くなるまで、グロース・ポワント・ショアーズに住み続けた。ありがとうございます。